細川ガラシャとはどんな人？実はミーハーキリシタンだった。細川ガラシャは本名を明智玉と言い、天下の謀反人明智光秀の三女、あるいは次女として永禄6年1563年越前の国で生まれました。ガラシャは織田信長の命令により明智家の与力だった細川家の嫡男細川忠興に腰入れしますが、本能寺の変で父が織田信長を討ったことで全ては暗転。さらに父が謀反人として羽柴秀吉に討たれたために、謀反人の娘として長期の軟禁生活の中で彼女が触れたのがキリスト教でした。しかしガラシャが信仰を得た頃、日本ではキリシタン弾圧が表面化していました。そのような中でも決して信仰を捨てなかったガラシャの生涯について解説します。永禄6年越前の国で誕生。細川ガラシャは明智光秀と妻ひろ子との間に三女あるいは次女として誕生しました。当時の光秀は越前で浪人暮らしをしていて、生活は楽ではなかったようです。しかし明智光秀は細川藤孝とともに足利義昭を尾張美濃の大名織田信長に引き合わせることに成功し、信長は義昭を奉じて上洛を果たし天下に号令します。特に光秀は京都の行政担当や比叡山延暦寺の焼き討ちや丹波攻めなどで大きな功績を挙げて近江坂本丹波の大名に昇格。盟友の細川藤孝も丹後を平定するなど功績があり、家臣団の引き締めを得たい織田信長は天正6年1578年8月、主命によりガラシャと藤孝の嫡男忠興との縁組を決めました。天正6年8月、ガラシャは昇竜寺城に腰入れ、2人の夫婦仲は良く、天正7年には長女が、翌8年には長男忠孝が誕生します。昇竜寺城で2年間を過ごした後、天正8年8月、忠興が丹後12万石を与えられ、丹後8万城、ついで宮津城に移りました。本能寺の変で人生が激変。しかし、細川忠興の妻として、子供たちの母としての幸せな生活は、父、明智光秀の起こした本能寺の変で激変しました。明智家と懇意だった細川藤孝と忠興夫妻は、光秀に同調せず、むしろ羽柴秀吉に組みして明智光秀に敵対。光秀も山崎の戦いで秀吉に敗れ廃止します。ガラシャは謀反人の娘となり、夫忠興の手で丹後の国の御殿に幽閉、長期の軟禁生活を強いられました。不自由な生活でガラシャの心の支えになったのは、結婚の時に父の光秀がつけてくれた小侍従や細川家の親戚筋の清原糸などの次女たちでした。通常謀反人の娘となれば離婚になるのが普通ですが、ガラシャが明智家に戻されなかったのは明智家が滅んでいて存在しないこと、もう一つは細川藤孝にガラシャへの未練があり離婚に踏み切れなかったなど諸説があります。ただその後もガラシャと忠興の間には子供が生まれているので、忠興がガラシャを嫌ったという事実はないのでしょう。ガラシャ、キリスト教に出会う。天正12年1584年3月、信長の死後に天下の覇権を握った羽柴秀吉の取りなしで、忠興はガラシャを細川家の大阪屋敷に戻します。しかしガラシャと次女には忠興の2人の家臣がつき、外出や外部者との会話は逐一監視記録され、軟禁状態は続いている状態でした。その頃までガラシャは忠興の父と同じ禅宗を信仰していましたが、忠興が高山右近から聞いたカトリックの話をすると、その教えに心を惹かれていったそうです。天正14年、ガラシャは光千代、後の肥後藩主細川忠俊を産みますが、忠俊は病弱でガラシャは常に心配していました。翌天正15年2月、夫の忠興が九州征伐に従軍すると、監視が緩んだのか、ガラシャは彼岸時期を利用して次女数人に囲まれ身を隠してセミナリオ、教会に行きます。その頃セミナリオでは復活祭の説教をしていましたが、ガラシャは日本人のコスメ修道士にいろいろと質問をしたそうです。ガラシャはキリスト教に感銘を受け、その場で洗礼を望みますが、セミナリオではガラシャの身分が高いことを怪しみ、後に問題になることを恐れてその場での洗礼は見合わせることにしました。まもなくガラシャの帰りが遅いことを察知した細川家の家臣がセミナリオでガラシャを見つけ、カゴで強引に迎えに来ました。
セミナリオでは人を派遣してカゴを尾行させ、ガラシャが細川家の奥方であることを知ったそうです。ガラシャ受選する。強引に連れ戻されたことによりガラシャが外出できる見込みは全くなくなりました。そこでガラシャは洗礼を受けないまま侍女を通じてセミナリオとやり取りをして、送られた書物などを読むことで信仰に励んでいきます。この頃にガラシャは清原伊藤をはじめとした侍女をセミナリオに向かわせて洗礼を受けさせています。しかしその頃には九州にいた橋場秀吉が最初のバテレン追放令を出すなど、国内のキリスト者への風当たりは強くなっていました。大阪でも宣教師たちが九州に移動することになり、ガラシャはイエズス会士グレゴリオでセスペデス神父の計らいで自邸で洗礼を受けた清原マリアから密かに受洗を受けて、ガラシャという名前を受けます。これはラテン語で神の恩寵を意味します。九州から戻った忠興はガラシャがこともあろうにキリスト者になったことに激怒し、帰郷を命じますが、ガラシャは頑として聞かず、ついに黙認することになります。ガラシャ、忠興と別れたいと人生相談。強情なガラシャに忠興は辛く当たり、5人の側室を持つと言い出すなど、夫婦仲は冷えていきます。これに対しガラシャは宣教師に夫と別れたいと告白したそうです。あれ、カトリックでは簡単に離婚できないと思うのですが、この部分をガラシャはちゃんと読んでいなかったのでしょうか。洗礼まで受けたのに随分おっちょこちょいなところがありますね。でも書物を通じての理解ですから、離婚について欠落した部分があったのかもしれません。事実、宣教師はガラシャに誘惑に負けてはならない、困難に立ち向かってこそ徳は磨かれると説き、思いとどまらせています。ルイス・フロイスの書簡では日本の女性は離婚に抵抗がなく再婚も当たり前と書かれていますが、ガラシャもその意味では戦国時代の価値観で生きていた女性なんでしょうね。西軍の人質になることを拒否しボンバーし、慶長5年1600年7月16日、細川忠興は徳川家康に従い、上杉景勝討伐のために会津に向かいます。その前に忠興は、もし自分の不在の折妻の名誉に危険が生じたならば、日本の習慣に従いまず妻を殺し、全員が切腹して我が妻と共に死ぬようにと命じていました。細川忠興が出陣すると、石田三成は大阪玉造の細川屋敷にいたガラシャに人質になるように要求します。しかし気丈なガラシャはこれを拒絶します。翌日三成は実力行使に出て細川屋敷を包囲、家臣からすべてを聞いたガラシャは少し祈った後で、屋敷内の侍女と夫人を全員集めて、我が夫が命じている通り自分だけが死にたいと彼女たちを外に出し、自殺を禁じたキリスト教に従い、家老の小笠原秀清がガラシャを解釈して殺し、遺体が残らぬように屋敷に爆薬を仕掛けて火をつけてボンバーマンしてしまいます。ガラシャの自生の句は、散りぬべき時知りてこそ世の中の花も花なれ、人も人なれ。37年の短い生涯でした。まるで松永弾正のようなボンバー死を遂げたガラシャに三成はビビり、人質を天守に集めることをむやみに拡大しなかったようです。ガラシャの死の遺説。しかし、ガラシャの自殺を禁じたキリスト教の戒律を守り、家老に胸を槍で突かせたという話には遺説があり、太田牛一の関ヶ原おかす戦争史法佐文庫本にはガラシャが自ら胸を刺したとあり、川村文庫本ではさらに10歳の男児と8歳の女児を刺殺した後に自害したとあるようです。同時代の時継ぐ狂気慶長5年7月18日上にも、大阪にて長岡越中の森細川忠興女房衆自害、同息子12歳同妹6歳ら母切り殺し刺し殺すなりと云々とあり、ガラシャが子供たち2人を手にかけて自害したと読める資料があり、さらに侍女らが全員脱出したとの点に関しても慶長見聞集には、御内儀並び子息2人友の女3人自害とあり、小笠原秀清以外にも殉死者がいたとの噂は広がっていました。でも離婚がカトリックではタブーだとガラシャが知らなかった点や、通信教育でキリスト教を学んだ点を見ると、極限状態ではガラシャが教え込まれて身についた武士の娘としての作法で死を選んだ可能性もなくはないとカワウソは思います。どうしてガラシャはキリスト教を信仰したのか。離婚のタブーを知らなかったり、
自殺したという遺説もあるなど、おっちょこキリスト者な細川ガラシャですが、彼女はどうしてキリスト教の洗礼を受けたのでしょうか。天正16年1588年2月にガラシャが有馬から大阪の修道長セスペデスに宛てた手紙には以下のようにあります。武田が昨日朝当地に参り、バテレン様、イルマン様方ご同姓を配分いたしました。喜びに堪えないことでございますが、とりわけ皆様全員が日本をご退去なさるものではないことを受けたまわり、私にとっても本当に喜びに堪えません。これによって私も心に力を得て、いずれは当地方にもお戻りになり、ご面接を賜ることもあろうかと希望を新たにしました。私のことについてはバテレン様がご存知のごとく、キリシタンとなりましたのは人に説得されてのことではなく、ただ全能の天主の恩寵により、私自らがそれを見出してのことであります。たとえ天が地に落ち草木が枯れ果てても、私が天主から得た信仰は決して変わることがありません。こうして見るとガラシャは人に勧められたのではなく、己の意思でキリスト者になろうと決意したようです。もともとキリスト者になる前のガラシャは気位が高く気性の激しい性格だったのが、キリスト教の教えに出会ってからは忍耐強く謙虚で穏やかな性格に変化したそうです。ガラシャにとってのキリスト教はそれまでの性格を一変させるほどにインパクトがあったわけで、彼女が帰教しなかったのは無理もないことかもしれません。戦国時代ライター、カワウソの独り言。ガラシャの死から数時間後、宣教師オルガンティノは細川屋敷の焼け跡を訪れて、ガラシャの骨を拾い堺のキリシタン墓地に葬りました。細川忠興はガラシャの死を悲しみ、慶長6年1601年にオルガンティノにガラシャの教会葬を依頼して葬儀にも参列、後に遺骨を大阪の数禅寺へ改葬したそうです。キリスト者としての妻や次女たちに過酷に対処した忠興ですが、ガラシャが死んでしまって誰にも妻をはばかることがなくなり、初めて悲しみがあふれてきたのでしょうか。